皆さんおはようございます。2022年1月6日衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。ごきげんよう。昨日はですね、鳥栖まで行って、ガス交換会でした。ちょっとオミクロン株ということでリスクをヘッジしながらです。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。で、鍋島の事務所でですね、7人スタッフ全員でですね、森顧問も含めて島さんも妹もですね、で3人のスタッフに今年の抱負を聞いたわけですけど、勝田君が同じ答えをずっと繰り返したんで、皆さんのお役立ちに、それって今年の目標っていつもじゃないのと思ってもう一回聞いたんですけど、やっぱり同じ答えだったんですね。なんで同じ答えなんだよって思ったら、いや勝田君の方が正しいよな、その通りだよねって、今までに直しそうお役立ちの年にしたいっていうその思いはですね、おおそうなんだ、自分がその期待する答えじゃなかったから、講演会とかね、街頭演説とか広報とかそういう具体的なものっていうふうに自分で勝手に期待する答えをですね、持って、それで聞いてたところが、彼の一番の目標は皆さんのお役に立てるそういう一年にしたいと、もうこれ立派な答えですね。いや自分を諌めましたね。で、子に対する親の思い、まあ、昨日妻の月命日だったんで、まあやっと届いたおせちをですね、みんなで、まあ7人で3人分を分けるともうほとんどなくて、まあでも食べてみて思いました。あれを自分で作るなんていう傲慢なことは、本当に恥ずかしいことだったなと。あれはやっぱり職人さんのなんていうか粋が詰まったものですね。だから年に1回はこういう味があるんだっていうのを経験する、まあほんのみんな一口ずつですよ、一口ずつだけど、ああこんなことがあるんだっていうのを冷凍できて、あの味なんでですね、いやーやっぱりすごいと思いました。いつもに比べるとそれこそそうですね、食べないような値段の、お佐太郎です。食事中でしたね。まあチヂミ志向だから、なんだお前らあんなすごいの食べてんかという人も中にはいるかもわかんないけど、だけど食べたことなかったのあれですからね。そうするといいものが分かんなくなって、どん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 縮んでいくと、おー佐太郎さんごめんね、邪魔やな、朝飯食ってんのに、なんじゃいって行く方向ですもんね。で、まあ昨日の妻の家を前にやり取りしてたら、やっぱりその子育てについてね、その妻が言ってた言葉を思い出しましたね。ずっと思ってりゃいいのよって、悩むことないよって、ギュッとしてあげたらいいんだよって。和弘さん、あなた大人しい人だから妻は私を大人しいって言ってたんですね。
本当はおとなしい人だからいろんな無理を してるけどしなくていいんだよって。おはようございます。そんな声が聞こえてきましたね。で、ぎゅっと抱きしめてあげたらいいんだよ、心の中でもずっと抱きしめ続けてあげてたらいいのよという言葉を言ってましたね。あの人は今日が一番いい日って言える人だったし、私なんか全然今でももうますます不自由が増えてるじゃないかと、年も経てきて、そして時間がだん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 少なくなって、若い時に持ってたチャンスができなくなったんじゃないかってそう思っちゃうんですよね。でもよくよく考えてみると積み重ねてきてるわけだから、できることは広がってるはずなんですよね。できることは広がってる、いや、そしてやってきたことも積み重なってるんですよ。昨日チューズライフプロジェクト、なんじゃこりゃと思いました。でももう院長で党務から離れてるんで副代表じゃないですからね、党の発表を待つしかない。あれ、私も何回か出てて、まさかのまさかで、まあ調査を待ちますけど、あれを放送っていう括りにすることもちょっと無理がありますよね。放送と通信の融合、まあ今日はそのテーマじゃないんで、子供に対する思い、八幡様おはようございます。五郎さんおはようございます。で、子供ってこうずっと見てみると、いくつになっても特にうちは3人いるんですけど、最初の子、一番上の子はやっぱりもう子育て初心者っていうか、だからもうおろおろ二人でしてましたね。でも本当強い子で、真ん中のが女の子にいじめられてると、女の子だけじゃなくて出動してましたもんね。運動神経抜群で、今でも言われますもんね、すごかったですねと。まあ父に似たんでしょうね、私の。おはようございます。父に似たんだと思います。大車輪をしてましたもんね、家に鉄棒置いて。だから今でも父が残してくれた鉄棒、あれ膝掛け前回りをもう何百回ってやってた姿を、今でもこの子は猿なんだろうかって思うぐらいでしたもんね。でも下の2人のことは全くやっぱり違って、その親のあれに期待に沿おうっていう気持ちがものすごく強いのかもわかんないですね。一番上の子は学校もどこ行かなきゃいけないとか言ったことは一回もないし、自分が東京大学だからって東京大学に行きなさいなんて言ったことは一回もないですね。一番下の子みたく共通テストがそこの一番難しいところに入れる点数だったら、まあ親としたらお金は楽ですよね。お金は楽だよねとは下の子に言ったことあるけど、
上の子に言ったことは一回もないですね。だけどそういうのも思ってんのかもわかんないですね。わかんないですよ。でも嬉しかったのは、こっそりその修士の論文を読んで、私が大学時代に、これご覧になりますか、飛行機です、この真っ白い電線のちょうど真ん中飛行機ですね。あのレヴィストロールズとかソシュールの本をがあったんで、学生時代に勉強してたこととほぼ同じことを言ったこと一度もないはずなんですよ。ましてやその文化人類学、言語学っていうのは私が心理学のその派生で学んだやつで、私の論文の中にも出てこないですもんね。だからすごく嬉しかったですね。やっぱり親子って似るんだなっていうのですね。まあちょっと話が、あの太郎さんおはようございます。夜半から雨だったんで今日は雨やけん外に出らんで中からやろうかと思ったけど、もう見事に晴れましたね。よかったよかった。今年になって初めての雨でしたね。でその子供への思い、まあいろんなこと言いましたけど、妻が言ってたことに尽きるんだなって、ずっと僕は見守ってるよ、なんかあったら必ず助けに来るよ、そのことはいつもそうですね、一人一人に向き合って伝えてきたつもりですもんね。つもりですよ。でもいくつもいくつも失敗して、言わんでいいことも言って、嫁さんがいたらな、また和弘さんって言われてただろうなって思いますね。さてあのもう日銀がテーパリングをするとかですね、いろんな話が出てますけど、皆さんコンウォールコンセンサスってこの朝のご挨拶でも何回か、うわ夫婦の鳥ですね、君たちはいいね、コンウォールコンセンサスっていうのは昨年ですね、イギリスで開かれたサミット、それまではワシントンコンセンサスっていうんですね、ルールにおける競争、そして そこで、まあ、新自由主義的なコンセンサスって言っていいんでしょうか、そういうものじゃなくて、あのこのコロナ禍多くの人たちを助けるためには国際社会が協調して積極財政を行って、そして誰一人取り残さない社会を作っていくんだ、世界の持続可能性を追求していくんだという、まあ、簡単に言うとかなり荒っぽく言ってますよ、コンセンサスですね。でその中でもうアメリカは900兆を超える財政出動した、だからもうそれこそ異次元の財政出動をしてるわけですよ。で日本はどうかっていうと、まあ藤井聡先生の言葉を借りると、ドケチな財務省がドケチな政策をやって国民にお金を流さない、あの額面の予算案と実際に使える、まあ絵に描いた餅の予算案の中身とは全く違いますからね。いや額面だけでもアメリカの900兆に対して日本だとプラス90兆で10分の1でしょ。 GDP が日本のもう今向こうは4倍になってますよね。ずっと私たちが若い頃は2倍って言ってたんですよ。アメリカはもういずれ追いつくだろうとまで言ってた。だけどもう今じゃ離されっぱなしで、離されっぱなしで何が起きたかというと、超高圧経済、世界の
その中で賃金は上がらないのに物価だけが上がってる。で、よそのインフレファイティングのためにですね、金利が上がってる。いいことないんですよ。で、これで何が起きるかというと、日本の持つポテンシャルがさらにさらに落ちるって話ですね。そして苦しんでる人たちがさらに増える。物価高が、特に私も料理しますから如実に感じますけど、生活必需品がもう一気に上がってますよね。で、これでまた財政は絞ったまんまと、この状況ですもんね。これを変えんとね。で、やっぱり財布代わりにされてるんですよ。愛国者とはっていうことで、今鳩山総理を叩いてる人がまたいるんですね。その人たちは愛国なんですって。玉城デニー知事を叩いてる人がいる。その人たちが愛国なんですって。なぜか、米軍由来の感染が広がってて、それに抗議をしたら、それが日本を貶めることになりますか。もう占領されて何十年経つんですか。日本のその一部のこう政治を携わる人って過剰適応しますよね。それこそ、そのもうアメリカに何か物を言うことは、それこそ日本が終わることだと思ってるとしたら大間違いですよ。向こう行ってみたらわかるじゃないですか。うすら笑いを浮かべながらですよ。なんか後ろの方に下がってる人たちを尊敬されますか。されんでしょう。っていうか、冷たい目で見てますよ。で、いざ何かやるときには何するかわからんと、強気をにおもね、弱気をくじくと。それ日本人じゃないって言われたくないでしょ。それ愛国者って言いますか。いや、変えたいですね。鳩山総理が愛国でないなんていう人に、私は信じないですね。あれ、松野頼久さんが官房副長官の時に、最低でも県外という言葉をね、あれは沖縄の県民の皆さんがそのコンセンサスをそれでおとりになるんであれば、私は最低でも県外に出すべきだと。駐留軍が日本にずっと居続けて、それが当たり前、自国通貨が弱くなって、それが自国の国益、ありえないじゃないですか。1ドル116円ですよ。だから買えんといかんですね。とはいえ、今もう党の方の役職は何もないですから、もう何もないって言っても県連会長はありますけど、少しね、距離を置いてやんなきゃいけない委員長ポストなんで、もう閣下総要、昨日あの字にも朝の新年の挨拶のメッセージ出てたらすぐかかってきて、あの字も元気ですね、やっぱりこう仲間のあれを見ると、で、そうですね、本当の一流のリーダーっていうのは、みんなをこう一つの方向にまとめて、戦うことをできる人たちです。内側を削る、やっぱり自分、それはリーダーはできないですね。自分と自分のチームを信じられるもの、そういう人がリーダーだっていうことを申し上げて、
コーンウォールコンセンサス、もう一回で、それはもう時間がなくなってますからね。この夏の逆転の夏を作って、今の財務省がケチっていうか立法がダメなんだと思いますよ。財政法4条ここを変えて、日本を衰退から成長に、昨日の1年の抱負でも申し上げましたけど、頑張っていきたいと思います。あそこに夫婦の鳥がいますね。じゃあ皆さん良い一日を、ごきげんよう。今日もですね、貸し交換会からお客さん何人も、佐賀にこんなに長くいたことは選挙以来な、久しぶりですね。ありがとうございました。あ、連合の吉野さん、私その方お会いしたことないんで、どんな方かしね、よくニュースになっておられますね。うん、働く人たちを分断しないで、働く人たちをまとめ上げるっていうのはとても大事なことですね。そしてその権利を保障していく、頑張っていきたいと思います。じゃあ五郎さん、今日も頑張りますわい。ごきげんよう。ありがとうございます。